がルナの塔、騎士君の記憶を取り戻す鍵があそこにあるんだよね、マコトちゃん。ああ、そうみてえだな。この前見つけた古文書に出てきた塔の話とも一致してるし、間違いねえだろ。それに関しては疑う余地はないだろ。ってことで、あとは塔の中に入るだけなんだけど。ユイ、古文書に書かれてたのはこの辺りだよな。うん、塔への道筋を照らす祠があるって。海は魔物だらけで船じゃどうにもならねえし、見た限り入り口らしい入り口なんてどこにもなかったからな。そうだね、何か手がかりがあるといいんだけど。あれ、騎士君どこに行くの？え、妙なものがある。これってもしかして転送魔法の術式かな？けどこれ発動してなくねえか？おい、お前むやみに近づくなよ。あっ、転送魔法が急に発動し始めやがったぞ。一体何なってんだ。マコトさん、私には今この術式は女子君の存在に反応したように見えたよ。ということはやっぱりこの塔は騎士君に関係しているんだね。よし、みんなで一斉にここに飛び込んでみようじゃないか。準備はいいかい？行くよ。せーの。ここは塔の中で間違いなさそうだな。やったぜ。うまくいったね。では楽しい謎解きの時間の始まりだ。内部の探索を開始しようじゃないか。おうよ、こいつの記憶の謎は私たちが解き明かしてやるぜ。行こう、騎士君。この塔を調べて騎士君の記憶を取り戻そうよ。魔物からまたお宝が出てきやがった。すげえすげえ。ああ、しくじったぜ。こんな美味しい思いができるんだったらでかいカバンでも持ってくりゃよかったな。こらこら、誠さん、宝石が魅力的なのは理解できるけれど、本来の目的を見失ってはいないかい？トレジャーハントでここに来たわけではないんだよ、我々は。悪い悪い、分かってるってなあ、ユイ。うん、もちろん。私たちでこの塔を調査して、騎士君の記憶を取り戻すんだよ。で、ここまで来てみて、何か気づいたこととかはあんのか、カスミ。いや、まだ情報が不足していて、推理を始められるような段階ではないね。なら、調査続行ってことだな。よし、待ってろよ、お宝。君は直前まで本当に私と会話をしていたのかな。まことちゃん、言ってるそばから。はあ、だいぶ登ったね。宝石もこんなにたくさん手に入っちゃった。お宝が手に入るのは悪いことではないけれど、荷物が重くなりすぎるのは問題だね。そうだね、魔物も強くなってきたし、素早く動けるようにはしておかないと。ん？何、騎士君。え？気がつかなくてごめん。私のカバンを持ってくれる？いいよ、騎士君だって重い荷物を持ってるのに。ったく、おいおい、ちょっとこっち来いって。そうじゃねえだろ、こういう時は。月刊恋愛指南の先月号に載ってたろ、甘え上手は恋愛バトルを制すって。え？ああ、うん、
乗ってたね。覚えてるけど、それがどうかしたの？つまりよ、ここはこうだろ。ありがとう、わあ、岸くんってたくましくて素敵って甘え上手にアピールすんだよ、アピール。そんな恥ずかしいこと言えないよ。言えよ。こんな時のために毎月恋愛指南本買ってんじゃねえか。それはそうかもだけど、心の準備ができてないし、そもそも誠ちゃんはそんな恥ずかしい言葉が言えるの？今は私の話じゃねえだろ。私たちは本当に何をしにこの塔に来たんだろうね。魔物が強くなってきて、いいお宝が手に入るっちゃ入るけど、手がかりがねえな。岸君の記憶に関係するようなものは特に見つからないね。かすみはなんか見つけてねえかな。なあかすみ、かすみはどこ行ったんだ？こうも急な階段ばかりというのは文明的とは言い難いね。はあ。なんだい女子くん、手を貸してくれるのかい？ありがとう、お言葉に甘えさせてもらうよ。私は頭脳労働専門だからね。と君も知っている通り、体力には自信がないのさ。大丈夫か、かすみ。すまねえ、いつの間にか距離が空いちまってた。気にすることはないよ、まことさん。君には先行して探索する役割を担当してもらっているのだからね。で、かすみの方は何か見つけたか？残念ながら何も。というわけで、調査続行だね。まことちゃん、待ってよ。ごめんなさい、かすみちゃん、一人にしちゃって。かすみちゃん、キシ君と手を握ってる？これは違うんだ。急な階段を登るのに女子君が手を貸してくれただけだよ。タイはない。そうなんだ。あ、そっか、よかった。かすみのやつ、恋愛指南本を読みまくってるユイより甘え上手じゃねえか。侮れねえな。つかぬことを尋ねるけれど、二人は仲がいいよね。長い付き合いなのかい？ああ、幼馴染なんだよ、私とユイはさ。うん、まことちゃんとは幼なじみで、とっても大事な親友なの。そうだな、ユイがいたから私は種族が違ってもお互い仲良くできるんだって知ることができたわけだし、本当に大事な親友だよ。素敵な友情だね。羨ましくなってしまったよ。では女子くんとはどういう関係なんだい？それは、あいつはさ、ユイの恩人なんだよ。恩人？ああ、それでユイは本当に本当にあいつに感謝してんだよ。そうだよな？もうまことちゃん、そんな大きな声で言わないで。いいじゃねえか別に。まあ実際あいつはいいやつだしな。熱意があるっていうか、ああ見えて男らしいところもあるし。なるほどね。つまりこの3人のことを一言で表すと、複雑な関係ということになるね。とはいえ
馬に蹴られたくはないし沈黙は金ということにしておこう。危険な相手だった。みんな無事かい？ああ、なんとかな。ユイも大丈夫か？うん、騎士君が守ってくれたから。ありがとう、騎士君。なんだよ、仲良くやってるじゃねえか。よかったな、ユイ。なんだこりゃ。さっきの魔物から出てきたんだよね。これって、あ、まさかこれは女子くんの記憶の鍵。女子くん、これを持ってみてくれ。で、うんともすんともいいやしないね。見当違いだったかな。まあ何も起きねえんじゃしょうがねえな。腹減ったよ。飯にしようぜ。賛成するよ。さすがにもうクタクタだ。うん、なら準備するから少し待っててね。え、キス君、さっきのそれ光ってるよ。なんだよ、反応してんじゃねえか。すごい光だ。飲み込まれる。あれ、こんにちは先輩。奇遇ですね。この時間に購買前でお会いするということは、今日のお昼はパンなんですね。え、どうして奇遇だなんて思うのかですか？それはだって月曜日の先輩はいつもお弁当を食べられているからですよ。行動の記憶は探偵の基本中の基本ですから、これくらいは驚かれるようなことじゃありませんよ。それで一体どうして。あ、待ってください。せっかくですし推理してみますね。お弁当を食べるはずの先輩がパンを買いに来た理由。はい、ひらめきました。ズバリ、お弁当箱を開けたら中身が入っていなかったとか。推理なんて呼べないレベルの当てずっぽうでしたね。ごめんなさい。任せてください。名探偵を目指す者としてこれくらいで。え、本当ですか？どういうことですか？持ってきたお弁当箱を開けたら中身が入っていなかった。そんなことがありえるんでしょうか？あの先輩の教室に行ってもいいですか？一緒に調査をしましょう。謎を解き明かすんです。ことは急を要しますよ。さあ、今すぐ行きましょう。そんな悠長なことを言っている状況ではありませんよ先輩。パンが売り切れてもお腹が空くだけですけど、謎は逃げたら二度と手に入らないんですから。さあ、早く早く。失礼します。はあ、これが先輩のお弁当箱なんですね。男の人のお弁当箱って感じですね。大きいな。たくさん食べるんですね先輩って。あれ、あの先輩、このお弁当箱重くないですか？とても空とは思えないんですけど、開けてもいいですか？ありがとうございます。では失礼しますね。入ってますね、お弁当。え、さっきは空っぽだったのにですか？不思議ですね。でも先輩の記憶が確かであるならば、これは先輩、これは私たちが探し求めていたミステリーそのものですよ。やった、やりました。すみません、はしゃぎすぎてしまいました。皆さんに怪しい目で見られちゃった。恥ずかしい。
あの先輩、この謎解き明かしてみませんか？推理で謎の正体を突き止めるんです。協力していただけるんですね。ありがとうございます。ではまずはこのお弁当を徹底的に調べることから始めましょうか。ふむ、見た目は一般的なお弁当そのものですけれど、あれ先輩、お弁当は普段誰かに作ってもらっていますか？それともご自分でしょうか？なるほど、お母様なんですね。ということはこのお弁当の中身が先輩のお家で詰められたものかどうかは確認する手段がないか。あれ先輩、このお弁当、量がお弁当箱の大きさに対して少ないですね。お弁当箱の端、こんなに隙間が空いています。普段からこんな感じですか？そんなことはない。そうですか。この量は女の子が食べるくらいのボリュームですね。断定はできませんが、このお弁当の中身は女の子用に作られたお弁当であると推測できますね。ただ動機がわかりません。一体なぜ先輩のお弁当箱の中身を差し替えるような真似を？あ、なんだお前、昼飯食べねえのか？もしかして弁当を忘れてきたんじゃねえか？だったらユイが弁当を分けてくれるって。あ、なんでだよ、どうしてお前の弁当箱の中身が。あ、いや、なんだ、まだ食べてねえのか。はあ、あたふたってなんだよ、そんなのしてねえし。あ、いた。あの、って、まことちゃんもいた。もう、次は何しようとしてるの？おい、ゆい、いきなり引っ張んなって。いいからこっち、こっちに来て。あの、お騒がせしてごめんね。もう、まことちゃん重いよ、動かない。重い？仮にも女に向かってそういうこと言うんじゃねえよ。せっかく私が。ったく、しょうがねえか。またな。あ、待ってください。草野ゆい先輩と秋誠先輩ですよね？うん、そうだけど、あなたは？見ねえ顔だな。1年か？はい、1年の桐原かすみと言います。先輩方の教室に勝手にお邪魔してしまってすみません。僭越ながら一つだけ、草野先輩、今から言っても購買のパンは売り切れてしまっていると思いますよ。どうして？何の話だ？今日ゆいは弁当だぞ。ビンゴだ。今の二人の反応で確信できた。先輩のお弁当箱に入っていたのは草野先輩のお弁当の中身に違いない。そしてもともと先輩が持ってきたお弁当を食べたのは秋先輩。先輩と草野先輩が一緒にお弁当を食べられるように一計を案じたのだろう。お弁当がなくなった先輩に草野先輩が自分のお弁当をお裾分けするといった目論みで。だがこっそりと先輩のお弁当を平らげたまではよかったが、気づかないうちに草野先輩にそれを目撃されていたらしい。いえ、今日の草野先輩はお弁当を忘れてきてしまったようですので。はあ、ますます何の話だよ。桐原さんだっけ？なんでお前にそれがわかるってんだ、そもそも。ゆい、なんだよ固まっちまって。草野先輩は両親の呵責から先輩のお弁当箱に自分のお弁当の中身を詰め替えた。
そしてその事実を秋先輩は知らない。これで推理終了。ただ真相は言わぬが花なのかもしれないな。あの草野先輩、ご提案があるのですが、もうパンも売り切れているでしょうから4人でお弁当を食べませんか？え、4人で？ほらゆい、あーんってしてやるよ。え、どうして？ああ違うの、するのが嫌とかそういうのじゃないからね。ほらほら、肌すかして待ってるぞ。もう、まことちゃんってば強引なんだから。それじゃあ、どうかな、味変じゃなかった？美味しい？そっか、よかった。もう一口？うん、待っててね。はい、あーん。ほんとうまそうに食うな、お前。まあ、結果オーライってことにしとくか。あの、せっかくですから秋先輩も先輩にあーんしてあげてください。はあ、なんで私がそんなことしなきゃいけねえんだよ。だって秋先輩はあまり食事が進んでいないみたいですから、お弁当もあまり気味ですし、もしかしてお腹がいっぱいなのかなって思ったんです。何言ってんだよ。仕方ねえな。それじゃあ私の弁当も分けてやるよ。ほら、なんだよ、大口開けやがって。そんなに腹減ってたのか？え？お腹が空きすぎて？ああ、そうだよな。お前も男なんだし。その辺は頭が回らなくて悪かったよ。ん？その辺ってどの辺かって？知らねえよ。で、どうだ？私の弁当。ゆいには負けるけどさ、悪くはないと思うんだけど。え？親御さんが料理上手で羨ましい？ちげえよ！これ作ってんのは私！今お前が食ったのは私の手作り弁当だっての！ったく、緊張して損したぜ。って、何またお口開けてんだ？え？とっても美味しかったからもう一口？ああ、そうか。ったく、仕方ねえな。じゃあ、食わせてやるか。ほらよ。とっても幸せそうな顔をしてるね。褒めてもらえてよかったね、まことちゃん。ゆい？私はただ、こいつが腹すかしてるから弁当分けてやってるだけだぞ。なら、そういうことにしておくね。何勝手に納得してんだ！こんな！でも、このお弁当の量じゃ、やっぱり物足りないよね。ねえ、桐原さんのお弁当も分けてもらえないかな？え？私もですか？わかりました。それでは。結局真相はどういうことなのかって？まあまあ、細かいことはいいじゃないですか。もしかしたら先輩の見間違いだったのかもしれません。それより今は細かいことは気にせず食事を楽しんでください。はい、あーん。なんだか子犬みたいで可愛いですね。子犬か。なんだかわかる気がするぜ。わかってもらえますか、秋先輩？ですよね。なんというか、こう見つめられるとキュンとすると言いますか。
え？キュンって桐原さん、もしかして彼のことを。おいおい桐原さん、悪いけどこいつはもう予約済みで。違います、変な意味はこもっていません。私はただ先輩って時々すごく可愛いかもって。言ったそばからこれかよ。はあ、ユイの恋路は険しいね。ほらユイ、負けてらんねえぞ。あんしろよ。あん、喉に詰まっちまったか。桐原さん、なんか飲み物。早く早く。飲み物ですか。でもこれ関節キスになってしまうのでは。関節キス、ダメ、そんなのダメなの。ここって塔の中で間違いなさそうだね。それにしても今のは。私夢を見ていたみたい。お弁当をあーんって。なんだかみんな見慣れない服を着てたけど。お？ゆい、私が見たのもそんな感じのやつだぞ。私もそうだよ。一体何が起きたというんだろう。集団幻覚だろうか。そうかもしれないけど、でも私あの服には見覚えがあるような。ユイもか。うーん、私もそんな気がすんだよな。ふむ、非論理的な言説は好みではないけれど、二人の感覚を無視することはできないね。もしかしたらこの塔は女子君だけではなく私たちの記憶にも関わる存在なのかも。これは珠玉のミステリーだね。苦労してここまで登ってきた甲斐があったというものだよ。で、どこへ行くんだい女子君。え、あっちに妙なものがある。この展開どっかで。おいお前、むやみに近づくなよ。あ、岸くんが近づいたら光り出したよ。あ、これって転送魔法。またこのパターンかよ。たくもー、別行動は危険だ。みんなで飛び込むぞ。せーの。今度はどこに転送されたんだろう。え、ここってもしかして1階。はあ、そんなトラップありかよ。また最初から登れってのか。いや、誠さん、そういうことではなさそうだ。見てごらんよ、私たちを飛ばした術式がそのまま残っているだろう。つまりここに飛び込めばまた元の場所に戻ることができるに違いない。なるほどな。よし、ならもう一回。待って、誠ちゃん、魔力が尽きかけててこれ以上戦うのはちょっと。私も体力の限界だよ。詰まるところ引き時だね。今回の探索はここまでだ。謎の解明に一歩近づいたことに今は満足することにしよう。ならランドソルに帰ってうちの居酒屋でなんか食うか。サービスするからよ、行こうぜ。うん、賛成。私もお邪魔させてもらおう。また4人で食事をすることになるね。夢の中でもそうだったし。夢の中。あ、思い出させんなよ、トー君。
あははは、すまない、失言だったね、忘れてくれ。来ちゃったわね。それで、あそこにあんたの記憶の鍵があるのね。え？多分？何よ、はっきりしないんだから。そうじゃなくて、ここは私たちに任せなさいっていうところなのに。もう、私のバカ。記憶喪失もあいつの手がかりがあるんだもん。今までこんな人見知りの私に構ってくれた分、恩返ししないと。でも全然ちゃんと伝えられなかった。お姉ちゃんやる気十分って感じ。この冒険でお姉ちゃんがちゃんとお兄ちゃんにいつもありがとうって気持ちを伝えられますように。頑張りましょうね、お姉ちゃん、お姉ちゃん。一緒に刺激的な経験ができるといいな。ところでさ、あんたこの塔に来るの初めてじゃないのよね。前は誰と来たの？カオンの二人とトゥインクルウィッシュの。へえ、そうなんだ。あんたって本当に女の子の知り合いが多いわよね。別にそれが悪いって言いたいわけじゃないわよ。言いたいわけじゃないけど。あかり、お兄ちゃんの初めてが良かったな。お姉ちゃんもそう思ったんだよね。私たちに先に声をかけてくれればよかったのにって。そうね。違う、別に私はそんな風に思ってなんかないわよ。あんたが誰とどこに行こうがあんたの勝手だし、私がとやかく言う権利なんてないわけだから。権利はないかもしれないけど、気持ちを伝えるのは自由なんじゃないかな。今の惜しかったな。でもさっきよりも前進してるよね。この調子でいけば、あかり期待しちゃうな。これからも諦めないで頑張ろうね、お姉ちゃん。
そうね。で、一体何の話？できればいいんだけど、ちょっと自信ないし。早くイリアさんの魔力が戻らないかな。そしたらアカリン、世界で一番可愛くしてもらえるのに。まったくもう、アカリの願い事はお気楽なもんよね。アカリが世界一可愛くなったら、双子のお姉ちゃんも同じくらい可愛いってことだもんね。そしたらお姉ちゃんも自信がついて、人見知りが治るかも。いきなり何言い出すのよ。いきなりじゃないよ、ずっと前からそう思ってるもん。あかり、あかりってば、急に何を言い出すかと思ったら、そんなこと考えてたんだ。ありがとう、あかり。あかりのためにも、私人見知りを直したい。ねえ、ちょっと休憩にしましょうよ。賛成。あかりもうくたくただよ。そうと決まれば。よっと。お姉ちゃん、それ何？これはね、今日雑貨屋で手に入れたばかりの最新型ゲーム機よ。機能を絞って小型化してあるの。こういう時にいじるにはちょうどいいでしょ。すごーい。それならお外で思う存分やれちゃうね。その通りよ。って、あんたも興味あるみたいね。わかるわよ、その気持ち。せっかくだから触らせてあげる。私も初めてだから詳しい動かし方とか知らないんだけどね。一緒にやってみましょうよ。いっぱいお兄ちゃんとおしゃべりできて、お姉ちゃん嬉しそう。いいの、あかりもお兄ちゃんといっぱい仲良ししたい。お兄
から何を見てるんですか？これ知ってます。美少女フィギュアって言うんですよね。へえ、お兄ちゃんはこういうポーズにグッとくるんだ。ちょっと妹に変なこと教えないでよ。このポーズ今後の参考にさせてもらいますね。いろいろゲットしたし、家に帰って遊びまくるわよ。あんたはこの後どうするの？私、対戦ゲームも買ったんだけど、その、暇なんだったら。うわー、かわいい。あかり？ねえねえお姉ちゃん、ちょっとあそこのお店覗いてもいい？もちろんいいわよ。さっきは私の買い物に付き合わせちゃったし。やったー。じゃあ行こう、お姉ちゃん。お兄ちゃんもついてきてください。私はいいってば。あと、なんでこいつも一緒なの？あかり、お姉ちゃんとお兄ちゃんの3人でいろいろしたいな。したお二人の写真を撮らせてもらえませんか？お買い上げはしていただかなくても結構ですので。写真？あの、それってお店の宣伝に使ってもらえるんですか？お嫌でなければそうさせていただけると嬉しいです。店内に展示したりですとか、 SNS で配信したり。
クションしていいか全然わかんないわよ。いきなりすぎちゃったかな。強引にこんなことしちゃってごめんね。あ、いや別に謝らなくてもいいけど。あかり、知ってほしかったの。いろんな人に。ううん、世界中の人に。あかりのお姉ちゃんはこんなにも可愛いんだよって。あかり、もう嬉しそうな顔して何言ってるの。付き合ってあげるわよ。でも今日だけ、今日だけだからね。こんな格好するのも、こんな写真を撮るのも。お姉ちゃん、ありがとう。大好きだよ。あれ、なんか今、別のところからシャッター音が聞こえたような。うわー、なんであんたまで写真撮るのよ。信じらんない。お兄ちゃん、後であかりにもくださいね。宝物にしますから。しれっと会話続けないでよ、あかり。消してやる。後でメモリごと全部消してやるんだから。ここって塔の中。今のって夢。お姉ちゃんと一緒に見たことのない服を着て写真を撮ってもらってた。あかり、それ私が見たのと一緒かも。え、そうなんだ、嬉しいな。とっても幸せな夢だったね。幸せな夢。どちらかというと恥ずかしい夢だったような。お姉ちゃんは恥ずかしがってたけど、幸せな夢だったよ。確かに、あかりとあんたは笑ってたけど。悪くはなかったかもね。とにかく、今のが記憶の鍵ってやつみたいね。これを集めていけば、あんたの記憶を取り戻せるってことかしら。なるほど、さすがお姉ちゃん。じゃあ次の回に。お腹が鳴っちゃいました。恥ずかしい。私もお腹が空いちゃった。それと何よりもう魔力が残ってないわ。あかり、これ以上続けたら壊れちゃうよ。あ、何ですかお兄ちゃん。今回はこれでおしまいにしよう。はい、気を使ってもらってありがとうございます。せっかくなら完璧に記憶を取り戻してあげたかったけど、ちょっと限界みたい。お兄ちゃん。いいえ、私たちの方こそありがとうございます。とっても楽しい冒険でした。お姉ちゃんもそう思うよね。私、そうね、私も楽しかったかな。こっちこそいろいろありがとう。